トンガツカツクリは、超高期樹目、ツカツクリカツカツクリ属に分類される鳥類。トンガ全長38センチメートル。翼長十18.8センチメートル。後頭の羽毛は伸長する。頭部から胸部にかけて、灰色。胸部は、泡灰色。腰は、赤葛色。腹部やおばき部の下面は、黄身を帯びた灰色。翼は、赤葛色。顔には、羽毛がなく。 赤い皮膚が露出する。くちばしの色彩は黄色。講子の色彩は大々赤色。危険を感じると羽ばたきと滑空を繰り返して逃げる。土壌生物、甲殻類、陸生の貝類、果実などを食べる。講子で落ち葉などをかき分けて、採食を行う。繁殖様式は乱生。周年繁殖し、火山灰に深さ1から2メートルの穴を掘る。 1>, 1から12個の卵を産む。生息地では、卵が食用とされることもある。卵の採集、食用の狩猟、人為的に移入された犬猫による捕食や豚との競合などにより、生息数は減少した。2019年の時点で、2000年代以降は、生息数は安定もしくは増加傾向にあると考えられている。これは口実するフォルアレージに再導入された。 個体群が増加傾向にあるためで、ニューアフォーウジまでは産卵層の数などは依然、減少傾向にある。ニューアフォーウジまでの産卵数減少について、地熱の変化が影響しているという説もある。火山の噴火による生息数の減少も懸念されている。法的に保護の対象とされているが、実効性はない。卵やヒナを人がほとんど訪れることがないホヌアレー島やラテマへ。 移入するなどの保護対策が進められている。このうち、ラテ島での定着には失敗したと考えられている。1976年における生息数は200から400羽と推定されている。2012年におけるホニアレージュまでの生息数は600から1000羽と推定されている。ありがとうございます。